本日のアンケートですね、えー「今年急に値段が上がってびっくりしたものありますか?」。「はいあります」えー「ヒープ知ってた」「これってこれぐらい上がってるよ」「びっくり倍になってるよ」とかね。はい。A、B が「うんー特にないです」「まあまあまあ普通にはちょっとずつは上がっていくでしょう」とかね「もう諦めてるよ」とかね。はい。B が「いいえ」。 えー、メールで参加する方は hip アットマーク ROKINAWA.CO.JPHIP アットマーク ROKINAWA.CO.JP あよ電話がですね098869-8640はいファックスが098869-8640 となっておりますので今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコアしてからに送ってください見事ピットし感覚の方にはお米券をプレゼントしますので T サージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号、はい、そして郵便番号をタッコアしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ はい梅子ちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございました今年急に値段が上がってびっくりしたものってあります私急に上がってびっくりしたものっていうのはないですねあそうなんかこう上がる前に、うん、これが何円ぐらい上がりますとかっていうのをニュースで見たりしたりうん、うん、あとは結構上がったとしてもこう何十円とかぐらいだったので、うん、上がったものに関しては、うん あんまりえー、こんなにっていうのはびっくりしたのはないですね。あそう逆になんかセールの金額が。なんかこう割合が低くなってたりして。うん、ええ、どういうこと、どういうこと。例えばなんですけど、うんうん、洋服を買うときに三千九百八十円の洋服を買うとするじゃないですか。うん、で、例年この洋服を毎年買っているけれど。うん あのいつもだと季節外れになると1980円まで落ちるものが2980円にしかなってないとかあ,あとおまけ率がそんなに下がらんくなってるってことねそうですそうですに気づいてえっ、はい、ってなったことは今年ありましたあそううんあそんなに違うのはい1,000円も変わったのでその日はもう買うのやめましたああえこれ一応行ったねこのお店の人え今年はこれぐらいしか下がらないんですか?」って。 聞いてないですけど、さすがにでもなんかこうあのー、値札を何回か裏返してみました。あ,あ、そう。<laughs> はい。え、これも何かの影響があるのかな。いやー、あるのかもしれないです。通常だったらこう、うん、2000円オフになってるところが1000円しか下がってないので、うん、やっぱり今のこの物価高の影響があるんじゃないかなっていうのは感じました。ね へえ、うん、い,いつもそのタイミング狙っていくんだそうですねこの季節の変わり目春と秋にかけて、うん、こうなんか冬物とか夏物とか安くなってるので、うん、その時期にこう見に行くんですけどセール率がやっぱり前のものが分かるからこそ、うんうん、低いと買わないなってなっちゃいましたあそうもう結局じゃそれは買わなかったんだね、うん、買わなかったです、うん、これもうちょっと待ってたら安くなったりするの どうなんでしょうでもその時期のこの夏に着る、うん、夏に着る洋服なので、うん、秋口だったらいつもだったらそのぐらい2,000円ぐらいオフになってる予定なのでじゃあこの先落ちることはないのかなもうお店がなくなるのかな、うん、お店からそうですね多分もう冬,冬物に 入れ替えられてるんじゃないかなと思います。洋服好きよね。大好きです。うん、前も洋服の話したもんね。そうですね。あ、そうね。はい。ええ、お菓子は。お菓子も好きです。分かってますけど。いや、それは何宣言やんか分かってますけど。お菓子好き。値上がりしてないの。お菓子はですね。お菓子は感じないですね。いや、無視してんじゃないの。いや。 本当上がってるけど。でもあの大袋を買ってるのでいつも。えそれ値段上がってないの？上がってないです。えー、もしかすると内容量が変わってるかもしれないんですけど。見てないんだ。そこまではちょっと私まだ気づけてないですね。<laughs> <laughs> <laughs> あそ買い、はい、買い物するときさ、な何見てんの？買い物するとき美味しそうかそうじゃないか。値段とかじゃなくて。値段はあのー。 常に食べるものお肉とか野菜とか、うん、魚とか牛乳とかは見ますね。うん、でもただこの嗜好品お菓子とか、うん、あの飲み物とかだったらあんまり見ないです。うん、え会計してわこんなに値段するとかないのおお菓子とか。あでも大体想像はしてレジにはいきます。まあ大体これいくらでこれいくらで,で,で合計今これぐらいだろうなっていうはい。へー。<laughs> やっぱ好きなものはもう別に、まあ、極端に言うといいいくらでもいいやって思ってて思んだそうですねなんか今出会ったからもう私は手に入れないといけないっていう気持ちになって <laughs> 出会った出会いましたもしかしたら期間限定かもしれないしすごく人気が出てみんなが買い占めてなくなっちゃうかもしれないっていうお菓子もあるじゃないですかえまあ期間限定はあるでしょうけどもあんまり爆嬉れしすぎて店からなくなるってあるお菓子ありますよ。 「鬼滅の刃」とコラボしたお菓子とかいやでもそれはあるでしょはい別に味は変わらないわけでしょそうですね変わらないでんなんかその時に買わないと私は今これが食べたい気分なので買って帰りますあそうはいやっぱこう熱入れて語るよねお菓子に関してはねお菓子本当に大好きなのであそう ちょっとフリーズドライされたいちごが砕けられたチョコレートとかうん好きですねあそうはいなんかよく言うよねいちご味と、はい、お抹茶味を作れば、はい、まあ大体当たるとおそうなんですね、うん、なんか聞いたよえー、まあでも美味しいですもんねうんでもいちごにもいちごの味でいろんな味があるじゃないですか まあまああるんでしょうね。はい。もうなんか私ちゃんといちごが感じられるのが好きで。いちご食った方が早くない？いちごはちょっと酸っぱいじゃないですか。うん。いちご食べたいときといちご味のお菓子食べたいとき違うんですよ。まあまあまあね。ごめんなさい正直どっちでもいいんですけど。いや。あじゃこれ聞かして。はい。 無無人人島島に1個だけ持っていけるお菓子無人島あこれは前多分話したかもしれないんですけど、うん、私は絶対ポテトチップスです甘くないやつなんだ、うん、お腹空いちゃうかもしれないので、うん、あのお菓子として嗜好品にもなるけれど、うん、ご飯としてもなるあそういうところまで鑑みて選んでるんだね鑑みましたあそうじゃあ、はい、人生最後のお菓子は何しましょう,う 人生最後のお菓子ですか。うん、うわー。アイスクリームでもいいですか。うん、まあ。<laughs> 別に厳格にダメっていうほどの。熱量は僕にはないんですけど。できれば、お菓子の中からがいいかな。<laughs> お菓子だったら。うん、ええ、お菓子だったら。しかもひひ、ひと、一口ですよ。一口。はい。まあ、あの、一袋とかじゃなくても、一口。 一口だ最後の一口食べたやつですね。えー、これはポテチではないんだ。これはポテチじゃないです。そう。チョコっぽいのがいいですね。はいはい。ルマンドにしたらじゃあ。うん違いますね。うん。<laughs> なんだろう。もうタケノコの里とかにしたら。あん違いますね。俺いちいち全部いっていくばいよこれおかしい。イ <laughs> ップさんから提案してもらって。ポ <laughs> ッキーにしたんじゃん。<laughs> <laughs> でも一口しか食べられないんだったらもうチョコの最高級品とか食べたいです一粒でゴディバとかあいいですね<ー>ゴディバとかはい、はい、あのうんそういうのがいいですあそううん,うんじゃあもうゴディバゴディバねゴディバ, <laughs> ゴディバでいいねえじゃね <laughs> ゴディバねもうダメでもう帰られないよ <laughs> えー、<laughs> はいゴ,ゴ,ゴディバねじゃね <laughs> <laughs> 私のラストラストお菓子はゴディバ。ちゃんとメモっといてどっかにね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、死にまよってたな。あんしマようかな。もうそもそも俺最後でお菓子は食わんからな。お <laughs> や <laughs> <laughs> だ絶対肉とかあんなのにするからな。うんはい。えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから遠目マキコアナウンサーでした。 さあ、えー、本日のアンケートをですねあなた今年急に値段が上がってびっくりしたものってありますかうわこんなに上がってる何これはい A はいありますよヒープ知ってたこれ今値段しに上がってるぜ、はい、B うんうん特にないですっていうか言われてみたら俺値段見て買ってないなよくわからんものの値段があんまりみたいなねいや俺スーパー行ったら俺絶対あんまり見てないからな、うん、はいさあそして昼ぼけ農大 サンタとトナカイの喧嘩を目撃さあ原因は何ですねめちゃくちゃ面白いねうんはい懸命に「昼ボケ」と忘れずに本日もアンケートを「昼ボケ」ともに張り切って参加してみてくださいゆたしくさあ、えー、本日のアンケートですねあなた今年急に値段が上がってびっくりしたものってありますか A はいありますよこれこんなに上がってるで知ってた B うん、うん、特にないよ あのー、今ちょっとねディレクターと話してたんですけどあんまり値段見てないんですよそ,その食材とかのだから僕が一番ピンときてるのはガソリンですねまあ今はちょっと落ち着きましたけど一時死に上がってたよねびっくりするぐらいとあとお酒類これは多分日々自分が買うからですね上がってるっていう実感するっていううに他は全く。 見てなないいかもしれないティッシュとか野菜とかお肉とかの値段はあんまり把握してないかもしれないなはいどうでしょうか皆さんいきましょう一発目ヒープさんこんにちはベゴニアですこんにちはアンケート A 車の値段あなるほど中古車でも昔の新古車並み高すぎてびっくりヒープさん 私はリスナーとしてお利口さんに過ごしたのでクリスマスプレゼントは経営の新車がいいですよろしくお願いします18万キロ超えですんなんともしがたいんですよねこれは僕に言われても <laughs> ま,まあまあ走ってるないやでもちゃんとメンテナンスしてたら全然大丈夫ですよ全然大丈夫ですはい頑張ってください <laughs> <laughs> 俺がおかえんな <laughs> そ何か,かねあの一時この基盤コンピューターとかの基盤が全然もう日本に入ってこないっつってねあ今もかナウ<も>か半導体かみたいなのがなかなか入ってこなくて新車注文しても普通に1年待ちとか。でそれを受けて 結局もういいえ中古車でいいやってなっても中古車が上がってくるっていうねははははなるほどアイラブ86円の皆さん一プさんこんにちは人相悪うですこんにちはアンケートを昨日ですが <laughs> はっかわいいケーキ屋さんに行ったらケーキの値段もだいぶ上がってたな原材料が高騰してるから仕方ないけど誰か早くピーチンにフラー早く戦争やめれと言ってくださいはい これ伏せってるかなはいさありがとうございます。タイトル化粧水も高くなっている非常にこの何て言うのかな意外な2つですよねケーキと化粧水あんなに人数は悪いのにケーキ屋さん行ったらキャーって言われんなんかベルとか押されんジジって。 急に警備会社の人とか来たりしないの大丈夫ね買うんだねケーキねーヒープはそばソフィーマルソー56歳ってよルパンが愛した藤子ちゃんなのだマジかいやでもあの方今でも美しいですよねソフィーマルソー死にビ人になったなそれがさ今週の月曜日に思ったとこだよいつも飼ってるトイレットペーパーが高くなっていた」 正確な金額は覚えていないけど先月までは396円だったトイレットペーパーが今週買ったら420円ちょいになってた20円ちょいの値上げだけどさ300円台と400円台では全然違うのよあまりにもびっくりしたから月曜日の日記にトイレットペーパーが高くなってたって書いたのにはい日記つけてるんですね藤子ちゃんへえー 月曜日はこれ以外に書くことなかったの。あんまり何もなかったんだね。じゃ月曜日はね。<laughs> タイトルパーマエアで正月断髪してこうね。あいいんじゃないですか。うんはい、ありがとうございます。確かにな。まあこれ数字のマジックかもしれないですけど、396円と420円っていうのはなんかだいぶ空いてる気がしますよね。300円台と400円台ってね。うん、皆さんこんにちは。プルタブと言います。こんにちは。 アンケートを終え某居酒屋の飲み放題料金がやがて4,000円の値段になっていたのは死にどまんぎたさえー、これ何時間ね最近酒飲んでチッカーラーの人たちをよく見かけるけどお財布の中は大丈夫なんかねあとお弁当用で使っていた冷凍食品も値上がりしたのでおかず減らしご飯多めになったし。 今年はたくさんの商品が値上がりしましたね卵も値上がりしちゃいましたね所得が増えないのも痛いですねほんじゃまたはいプルタブさんありがとうございますそっか冷凍食品も上がったって聞きますねあ卵もか餌代とかがやっぱかさむからでしょうね多分ね4000の飲み放題ってあんま見たことないけど何時 ?2 2時間 まあ今大体2時間かね2時間で済ませてくださいみたいな話もありますからね2時間ではないですけ、ね、何,何もかも飲める感じあ,あこんなん俺デイジー,ミー,ミー,ージミミコじ聞くよ俺何飲んでるの皆さん <laughs> はいありがとうございますそっかまあでもこれもやっぱ関係あるのかなえ今ですね本村ひろみさんからチョコレートと飴玉の差し入れをいただきました <laughs> あのミルクボーイ的なつかみ <laughs> <laughs> 頑張ってよってチョコレート食べてから頑張ってよってヒープもチョコレート食べてから元気出してよって <laughs> <laughs> さあ本日のアンケート今年急に値段が上がってびっくりしたものある、はいはい、こんにちはワクチン4回目してきたウミンチュクマですはいこんにちはインフルの注射も済ませたし一安心さて今日のアンケートの値上げですがちょっとニュアンスが違うけど強く感じたのでええですねそれは スステルス値上げっていうやつん袋の中のお菓子の大きさが明らかに小さくなっているコンビニで買うキムチの容器の底の凸凹ココが増えていて中身が少なくなっているしお箸できれいに取りにくい取り出しにくい刺身の枚数が明らかに少ないせちがいですね仕事から帰ったら電気料金の値上げのお知らせがポストに入っているし気分は最低です やれやれ、こんな世の中だけど、生きてい,いかなきゃならないし、なんとか踏ん張っていかないとです。ヒブさん、このへこんだ気分を変えてほしいから。爆笑ものの番組をお願いします。こんなお願いある?。<laughs> やりにくいよ。<laughs> この、この番組で景気を回復させることできんからね。ね <laughs>、はい。あ、は。ステルスっていうのは、このなんていうのかな、隠れてというか。 かかにというか値段は変わらんけど内容量を減らしたりして調整している実質値上げってことですね俺この中だったら刺身の枚数が少ないっていうのがショックだなおんなし値段でああタイトル「かまぼこの大きさも違ってる <laughs> マジで」マジでマジで割ったこれ並べて見てないかわからないですかちっちゃくなってるとか気づかないですよねははいありがとうございます そ,そこ上げさせる作戦そこ上げする容器作るっつってまたまた金かからんばって思いますけどねなんかねんかかも何のかまぼこあ <laughs> 俺がいつも飼ってるかまぼこ美味しいやつ1個減ってる, 1> 1ってるあ俺1個減っても気づかんかもしれんな <laughs> ステルスだな <laughs> <laughs> リプタンンンここんんににちちははピロですアンケートのアンサーへいろいろあるけどニャンズのフードかなペット用の餌だはい我が家は多頭買いなので人間よりニャンズのエンゲル係数がただでさえ高いのにこの1年いや半年で爆上がりおやつも298円だったのがいきなり498円おおフードも1500円ぐらいだったのが2000円 すべて税抜きさすがに食べないでってはできないさあねその分私のものをカットしたら解決ですでも厳しいよねちなみにペットフードは2月にも値上がりを予定しているメーカーがあるのでオーナーさん要チェックですようわーもうめちゃくちゃ影響を受けてるしこれ298円が498円はもうすごい値上がりですよこれうんいやこれペット飼ってる方はもうどうのあれ削るの ご飯代1丸ピンのさんどんどん汚れていくあれに「2>, あ<ー>2月に値上がりするよ」って分かっていてもさ買いだめってあれ置くところも大変だしさ限界があるよねあ,<ー>あタイヤやさタイヤうんタイヤ値上がりするんだっつってからに「4月から値上がりするよ」言われて慌てて買いましたけどやっぱ上がりましたね。 分かりました。はいえー「値上がりは生産者さんや販売する方も生活あるもんね」と受け入れていましたが「びっくりするのがありました」「アンサー A の P ですお邪魔します」「はい何ですかびっくりするの」「うちの同居人成長期の中学生か」というほど牛乳を飲んでいました初老のキャパを超えたらしくドクターから「控えよ」 と指令が出ててしししばららく牛乳からご無沙汰していました <laughs> 医者から止められるぐらい飲んでたの <laughs> 先日牛乳の禁断症状が現れ <laughs> たくさん飲まないから頼むと言われてスーパーへ行くと300円だった牛乳が400円超えていてどマンギタ25%以上のアップ何でもかんでも安ければいいとは思わないし声高らかに値上げ反対とも思わなかったけどまあなかなか衝撃を受けましたじゃあ うん、俺も値上げの話があんまり入ってこないんだよな <laughs> ぎ牛乳飲みすぎたらドクターから注意されるのなんで注意されるのしてぬやが牛乳の禁断症状に <laughs> 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 あれけあんたこれよく飲んで健康なってるねえじゃないんだどんだけ飲んでれば <laughs> <laughs> はいありがとうございますあ,まやさんあんた もう50過ぎてるのに、え、1年間ね身長15センチ伸びてるよ。ど <laughs> かですかね。なんだろう。花の子ルンルンです。こんにちは。A のありますあります。油油ですよ。食用のね、はいはい。うちは油を一1缶で買うんですけど、あこれ聞いたことあるな。5000円ぐらいだったのが8000円とかになっていた時期があって、ドマンきました。 で今もまだ少し高いですねあちょっと落ち着いたのかなさあタンダギー食べたいなしてヒブさん今年の沖縄クリスマスはごっかんらしいですねあそう旦那が種から大切に大切に育てている熱帯フルーツのドリアンピンチらしいです二十センチで伸びカンティーしてるみたいです三十株ぐらいあります全部成長したらどこに植えるのという疑問ばっかりですが五十四歳で花木に愛が芽生えた旦那趣味がたくさんあることはいいことですよね ヒープーさんはドリアン好きですかあのー、な,なんとかの王様って言われてます果物の王様でしたっけでも匂いが結構きついんですよねドリアン。なんで急にドリアンに余ってんのへえ。まあ沖縄向いてるんですかね育てるのってでも寒いからピンチっていうことかうですかはい5週間天気予報土日12度はいはい これ沖縄結構だね最高15度ぐらいうおーお、そうかそうか結構沖縄の人はまあまああれだなまあまあまあこれでも内い近いみたいもうふんって言われますけどそれでも15度は結構沖縄寒い方ですよねえツイッター見てたらヒージャーパイセンさんが「ヒプー生新車で買ってもキーレスエントリーのパーツがないから物理キーのみ渡されて後からキーレスエントリーのやつが届くよ、えー、あれもだから基板だからですよね半導体だからええー、あ,あそう。 いろ、うん、んな影響がえー、皆さんヒープさん今夏はこの寒さにテンション上がっているイケペイですよあイケペイ寒いのが好きなんだっけうんアンケート嬉しいから体の一部もキュッてなってるよのび <laughs> いいですよ僕ちゃん昔から思ってたんですけど前世がデイジナーな家近中の家の一人っ子かデイジナーな品数の家の子、えー、たくさん末っ子だったと思うぐらいにお金に対して無頓着なんですよ なのであれの値段はたいチャッサこれの値段はたいチャッサっていう相場を知らないんで何が上がって何が末行きなのかが全くのノ「ノご存じ」ですね。の <laughs> やかノご存じに。それはそうとヒープーさん並びに T ーサージスタッフの皆さんにお礼が言いたいです。うん、え猿、ー、日曜日 T ーサージで当選したアジルを見に行ってきました。あカチンバの。はいはい。 ササルサは元よりそのリズムで民謡をアレンジした曲も披露してくれたカチンバそしてアイヌの独特なすがと歌と踊りさらにはオーストラリア原住民の楽器を吹いていた人ドスの効いた声で独協を歌ってみせた住職いろんな文化がマンチャーになった最高の時間でしたいい経験をさせてもらって本当にありがとうございました来年も絶対に見に行こうパワーなので来年も僕ちゃんに当ててくださいねいや買わんばや来年は買いますじゃないばや はい池辺さんよかったはいあ非常に池辺はまったわけだねいや素晴らしいっすはいこれみこ仕事だったんだよなもう行きたかったんだけどな、はい、えー、皆様こんにちは一休ですこんにちはこれっていう特定の商品で高くなったと感じることはあまりないんですよでも会計の時にだいたいこれぐらいだろうという予想より実際の金額が一二割ぐらい高い とということが多くなりました毎回子供連れてドタバタ買い物しているので一つ一つの値段とかをじっくり見ていなくていつも買ってるものを買うという感じの買い物してるんですよねだから一つずつの値上がりはよくわからないんだけど全体の合計がいつもより高いいっていう感じです、はい、もう分かりやすいですねタイトルが5,000円ぐらいかなと思ったら7,000円だったりするはい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 確かに今あれかもしれんな あっちこっちで飲み食いしてもあこんな感じだったかな？例えば一人当たり飲んでたね。みんなで割ってっつってはこんなだったかな？ちょっと高くなってるかなって思うことありますね。うんうん。こんにちは。徳堂前って聞いている Python z です。ニョロニョロこんにちは。本日のアンケート b です。値段をあんまり覚えていないので、普段買っているものが高くなっているのか、安くなっているのかも気づいていないです。倍になったら気づくかな。 Python Z さんありがとうございます。いや気づかないと思いますよ。白菜？200円おーおー200円か。実は毎100円だったぜ。ぜ倍になっても多分気づいてないと思います。僕らちゃんと見てる人じゃないとね。はいまあ、絶対来ると思ってたんですけど、ひいフーミーさんがね。p さんワンの牛乳は税込みでも400円はしませんよ。<laughs> 絶対来ると思ってましたね。はい。 宣伝 <laughs> <laughs> よかったらヒブミーさんから買ってあげてくださいヒブさんこんにちはチーム運び屋四軸定食愛好家ですこんにちはアンケート A です好きで毎週買っていた某スーパー手作りの惣菜パンが128円から158円に値上がりしててびっくりしました仕方ないのは分かってるけど手が出せなくなりましたフードロスのこともあるけどさらに値引きシールが貼られている商品を買うようになりました タイトルタイヤも高いし、はい、これね金額自体そんなに大きくないんですけどこれ毎日食べてたおにぎりとかが10円20円上がるっていうのは結構なダメージですよね俺も好きな惣菜屋さんがあってですね毎100円だったんですよおにぎり120円になってるんですよあいやーと思ってちょっと手が出しにくくなりましたねはいヒープーヤッチ皆さんこんにちはりんごですこんにちは 本日のアンケートを、A、特に値上がりしているなと思うもの3位菓子パン2位高熱費1位食用油やっぱそうかスーパー行ったら値上げを実感するなんならお値段そのままで容量少なめ実質的値上げもあったりして本当にびっくりポン消費者に厳しいご時世でございます油なぁ ね、お弁当屋さんとかでやっぱちょっと油使おうからね値上げせざるを得ないっていうところがあるわけですよね、うん、こんにちは鎖骨捜索中ですこんにちはアンサー A 割り箸割り箸なんて100銭98円で買えたのに昨日買おうとしたら258円になってたまあどんなんよ生活的にんよやあこれもお弁当屋さんとか大ダメージですね割り箸上がるってはいありがとうございます 割り箸もやっぱり値上げ何か世の中の情勢に関係あるんですねやっぱりねヒープさんこんにちはスヌーピーママですこんにちは本日のアンサー A 今年に入って電気代めちゃくちゃびっくりする上がりすぎ夏クーラー利用してたら恐ろしい額になってました本当にうちだけの金額かなこれ3世帯分請求されてないかなぐらい冬昼間は窓を開けて電気はオフ ラジオだけオンの生活してますよそれでもよまあまあの値段するビビるはいスヌーピーママさんありがとうございますあ俺今年はクーラーのあれちゃんとなんていうの並べてかチェックはしてないな、はあ、リアルガチャピンですハイサイヒープーさんこんにちはアンケートを終え燃料とペットボトル飲料 燃料は上がるときは一気に上がるけど下がるときはラビットあチビットだしいらんなこれペットボトル飲料は気づけば10円ぐらい値上がりしてたね他にもハげたらキリがないせめてバッテリーとタイヤだけは値下がりしてほしいはい。ちょいちょいロイヤル的な <laughs> <laughs> さあ1時になりました T ーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますはいえー ババンのコーナーナもう俺このシリーズ大好きなんだよな。ズキアカノちゃん姉さんの「57歳 ×1 の友人にババン」は去年からタバコと酒やめたやしだからよは3分ぐらい生き止められるようになったやつさどうでもいい,いやは間で生き止めるばって心で思ってるけど言えない。 はい、57歳ね素敵な年の重ね方ですよね何 <laughs> やんばこれ <laughs> 確かにないや3分まで生き止める機会があるばっていうねではアンケート戻りまして値段が上がってびっくりしたものあるラジオネーーム給食リーマンさんはいこんにちはヒ i さんこんにちは寒いですね アンサーへ<え>平向も上がってるえいつも使ってる読谷先行が128円から168円になってるたった40円と思えるけど12,800円が16,800円になってるのと同じだよ <laughs> 分かりやすい例だというこれ <laughs> そう言われたら相当上がった感じするねうん。 「ボン」「正月」「1日」「15日」「彼岸の屋敷の拝神、とんじ」などなど真面目にやると結構先行で使うんですよ。我が家は全て自分がやるので沖縄の仕きたり大変。でも今までやってた拝みやめると何かあった時に後悔しそうだし「昨日初投稿で呼んでいただいてありがとうございました給食リーマンです」「出口で挨拶したことも覚えていてくれて嬉しかったです」「やっぱりメールが採用されると嬉しいですね」っていうことではい。 ありがとうございます。先行か。これ値段、値段感全くわからんかったな。百二十八円から百六十八になってる、うん。はい。ありがとうございます。もう沖縄のあれ、もう本当に真面目にやってるんですね。じゃあね。全部ね。えー、すごいですね。偉い、うん。皆さん、こんにちは。マコチンの嫁です。こんにちは。アンサー A. ですね。高いからびっくりっていう話ではないんですけど。うまい棒。 42年の歴史で初の値上げ10円から12円っていう記事を見て42年も10円でいてくれたんだねーってジーンとしてしまいました価格高騰の進む中2円だけの値上げ世の中の子供たちに代わって叫びたいですありがとううまい棒うまい棒は万歳私の代わりに叫んでね一風さんうまい棒には夢が詰まっているのよ真ん中空いてるけどね <laughs> そんなに好きなんですねうまい棒 <laughs> いやでもねあのチロールは10円って言って CM やってたじゃないですかあのチロールでさえも値上げしましたからねいやだから相当ギリッギリまで,でも我慢してたってことですよ値上げいいんじゃない12円でも美味しいしねえうんいやほんとそうです42年も10円10円だよ今時10円で通ったんだよ12円でも全然いいっすよだから。 皆さんこんにちは。プラグダケ HKS です。こんにちは。A のたくさんある。ガス、ガソリン、食料品、すべてが値上がり。で、財布から、火が出てきそう。ひーひー。おまけに利率まで上がってるっていや食費が、かっこ、主食のみでおやつは入ってません。前月、5人で2万以内だったのが、先月、5000円オーバーしたの遺体。家計簿書くの嫌になる。 食費ぐらいですがコンビニカフェラテの購入が減りましたよ週1回の日曜朝市の買い物は相変わらずなのに商品単価が高いから大変だ電気は太陽光発電であんまり気にならないのですが冬場はガス代も上がるから痛いな来年からは旦那にも弁当を持ってってもらう持って行ってもらおうかなだけどねお弁当屋さんとの交流もあるからいらないって言われそう うん、はいプラグだけ h チケさんまあまあね家計簿つけてる主婦の目線でね、うんはい、ありがとうございますガス代も上がるのかそうかうんはいえー、未来の私のお友達の皆様こんにちはプルプルゼリーいちご味さんこんにちはアンサーへう畑で使う肥料とパック詰め用の袋 水まきの燃料と電気代も上がってるし野菜の値段上がるのは当たり前だなと思いました。はい、プルプルゼリー一王味さんありがとうございます。いや俺でも野菜ってさ前から不思議だったんだよ。安すぎんくないと思っていやもちろん消費者としては安い方がいいんですけどもやし百円とか百円切って五十円とか言ったらえこれまあでも受けてるばみたいな。 こんな育てるの大変なのにって思っておいたんですようんまあ、あんまり上がりすぎてもまたねちょっと消費者が困りますけどある程度頑張った分はね値段はちょっと足してもいいかなと思いますけどねうんこんにちはやんばる娘ですこんにちは。特ににななないいけど農業しているのので肥料かか約倍の値段になったからね 資材関係も高くなったから農家さんはすんごい困ってるよどうにかならんかねほらもう実感してるってことですよねまず肥料が上がるんでビニールハウスとかのビニールも死に上がるっていうねあれ石油だからねあっ、はいま、たか見えないところでいろいろ上がってるんだなやっぱなエリーですこんにちは毎日猫の歯磨きを頑張っています なんヒ舞さん何んで猫嫌いなのとっても可愛いよ毎日ブラッシングしたら刑務所んなに抜けないよ俺嫌いって一言も言ってないんですよじゃあうちでは買えないっつってだから何回 <laughs> 言うわ <laughs> アンケートは猫のおやつです私のおやつより高くなってますが猫のためなら買いますこれみんな同じ意見だね猫飼ってる人いや私のはもう我慢するから猫のおやつ買うすごいよねていうかおやつって必要なの 猫にも俺猫だけ飼ったことないか分かんないんですけどへえー、まあまあ犬もねたまにねこのドッグフード以外に何かこのなんかちょっとサラミ的なやつあげたりするからそういうことかな猫用のねおやつってえーサウロお兄さんです社長が言ってた「入れ歯も高くなってるってかわいそう終わり」。 ちょっと衝撃ですよねはいサウロお兄さんもう入れ歯の値段感分かります <laughs> そう入れば上と下でいくらぐらいなんですかねまあまあそう入ればとは書いてないですけど全然値段感が分からんな入れば入れば上がった温度やっつって <laughs> あんまり聞かないあんまりない会話ですけどね、うん、あと一個。 食い込み罰金500さん、ハ、はいサイ、こんにちは。アンサー A、書 <laughs> き方よ。頭切りに行ったら <laughs>、100円値上がりしてましたね。原因は餌代ですかね。じゃあ、何の餌代よや。何も噛もうかしようや。頭ちょっと切ってきたんだじゃあ。ああ、チー出なかった。100円上がって、頭切って。<laughs> パッと調べたら、いればまあ、ピンキリだと思うんですけど、全部やったら50万ぐらいですね。上下で。まあいろいろあると思うんですけど、け結構しますね。うんアギゼさん、はいこんにちは。よくキャンプ行くんだけどさ、あのカセットコンロのガス管用、死に高くなってないね。この前まで100円ぐらいで通ったんだけど、今買えないな。 俺の好きなイカの缶詰も300円ぐらいになってるしやばいわ一昨日健康診断行ったら血圧も上がってますねって言われても世の中どうなってるばそのくせやテンションだけは全くわからん血圧は世の中じゃないさあんたの中でやってや <laughs> <laughs> はいありがとうございますテンション上がらないんだなんキャンプ行ったらテンション上がらないのまあ何もかも高くなってるからかはあガス缶あれはでも上がりそうだね ガスとかねあんなのだからねうんお疲れ様ですホットコーヒーを頼んだら激アツだったので氷を入れてもらったらアイスコーヒーになってしまった酒どころ猫だにゃーです <laughs> 意味なさいよこれ <laughs> 何がしたいばーっつってね <laughs> アンサー A だにゃ食品の値上げは年間を通してじわりじわりでしたがここに来て驚くのはああなるほど灯油いよいよ灯油シーズンになり この間今シーズン初灯油,油タンク18リットル分去年までは2,000円でお釣りが来ていたのが2,300円ぐらいになっていました10年ぐらい前までは1,500円ぐらいだったはずよストーブに火を灯すと猫が早速ストーブの近くへ給油時はやるせない気持ちですが猫のこの姿を見るとほっこりしてしまうんですよ猫の写真添付しますね ではでは皆さんご持ちまってくださいかわいいデイージーかわいい2匹いねやっぱ猫かわいいっすね僕は飼えないですけどヒッチーいますけど <laughs> かわいい、はいえー、ヒブさん今日も順調にかっこいいですねおまゆうエビですこんにちは早速今日のアンケートえい,いかな 主人がウイスキーを買い漁って5年ほどになりいつも値段をしつこいぐらいに下調べして買うんですが8000円ぐらいで買えていたものが1万5000円に跳ね上がっていてさすがにやりすぎじゃねえと思いました先週やったクリスマスパーティーで開けたシャンパンもいつもの倍近くで驚きました何か一つでも値段が下がった商品ってありますかあったら教えてくださいタイトル「便乗値上げも絶対にあると思う」うん、ねえ おもうこれ別に石油とかあん関係ないだろうっていうのも上がったりするっていうことですかねうん下がったやつ今時あるかな何だろうこんにちはスナックふれあいですこんにちはアンサー A あのですね <laughs> 入り方よあのですね子供たちに朝ごはんを食べさせるけど鮭の切り身週3回ぐらいの定番メニューしかし いつも行く激安スーパーで100グラム120円台だったものが今は180円台です金額は1.5倍ですよそれから油いつも買う198円のが280円ぐらいになっているこれも約1.5倍しかし私は負けません絶対に勝ちます勝利の旗を高らかに上げますそれではまた 何をどう勝利するのかな <laughs> ティーサーサジパラダイス昼にボケとこさあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストギリストを決めますよということですねはいめちゃくちゃ面白い今週の題サンタとトナカイの喧嘩を目撃原因はなんねえといい設定ですよねはい行きましょう え本日一発目ラジオネームメンマメンさんのサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何サンタさんが「真っ赤なお花の」の部分だけリピートして歌うからあずっとこれだけ「真っ赤なお花の真っ赤なお花の」 真っなお花のい <laughs> やおましこがんばや気持ち悪っ前にあるおかやっていうねわ <laughs>、はい、かりますちょっとイライラしますねこれね、えー、続きまして黒幕さんのサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何 <music> トナカイたちだけでお揃いのシャツを作ってきてるえなんで俺のないばや何かお前なんか揃えてみんなこうキャンペーンみたいな感じで。 24時間テレビみたいな <laughs> なんでお前ら勝手にやればこんなのみたいなね、はい、続きましてトモブンさんのの、えー、サンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何 <music> 全ての SNS をシャットアウトしてクリスマスが終わってから録画を見ようとしていたのに「ウエストランド優勝すごかったや」って「サンタが会って2秒で言った」 いや言わんけや見る知名やったもんやあ、えー、やしがトナカイのこの DVD とかこの録画やるのはね押しづらさよひずめで <laughs> 続きまして「あこの面積お兄さんのサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何?」。 サンタが足の短いトナカイをシャコタン呼ばわりしたいやシャコを探ってるのなんのやな幅っそさやあのハラスメントですハラスメントめっちゃハラスメントみたいなね引くようがかっこいいで悪いやつって続きまして「狭い服と機関13のサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何?」。 ベテランサンタは同じ話を言い消えさするからイライラも爆発したトナカイそれすら気付かないサンタは同じ話をしているちょっとどの現場でもあるあるかもしれないですねワッターが若い時はよ、ね、煙突からよあっしワッター5階の煙突でもすぐ登るってよ言ったが分からんかもしれんけどみたいなね全く、ま、の話になっ,つって続きましてウミンチュクマさんの「 サンタとトナカイの喧嘩を目撃、原因は何仕事中なのに、サンタが角の上に刀を2本乗せておこうとしてくる <laughs>。<laughs> ええ、ぇ、床のまかや、刀打ちゃうじゃないよや、今時なんやんばや、刀置く家ってや。いや、普段何の仕事そうか、つって。 ね、<laughs> 続きましてルパンが愛した藤子ちゃんのサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何サンタの言う「チャタン」のイントネーションが内地風じゃあ次はチャタン行こうか <laughs> ちょちょ,ちょ待ってちょっと待っておか, <laughs> おかしいおかしいおかしいごめんどっから来たみたいなねえ フィンランラドでしたっけ <laughs> 続きましてオレンチ団地さんの「サンタとトナカイの喧嘩を目撃何が原因」<noise> いつの間にかトナカイのチビに英語ランクの印鑑が押されていたなんかこの英語っていうの <laughs> お前もしかして仕事終わったらあれか <laughs> 続きまして。 ルパンがしたフジッコちゃんのサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何サンタのポケットに「僕の方が早いですよ」って書かれた馬の名刺が入っていた何この名刺あんた変な店行ったでしょ何んでこれ裏切り行為だよあんた見たことあるサンタクロースが馬で引かれてんのって馬とか牛とか水牛とかヌーとか 私よりもいいところあるかもしれないけど早いだけが取り柄じゃないよみたいなね、うん、ラスト俺も斜めにストロークさんのサンタとトナカイの喧嘩を目撃原因は何あこトナカイのセリフか煙突のある家には煙突から入れ何百年の伝統餌さんにサンタじゃあヤーがクリーニング代払えなうわこんな喧嘩してんの いやいやいややっちまえや煙突から入るのむるまっくるろうやこんな赤いふわふわの洋服。ええ若い人に、ね、襟,襟,襟のあ袖のところみんな白だよ白。真、ま、っ黒ないんだよ。や。しかもじ自前で出してるしクリーニングで。出したら出したで落ちませんでしたって来るしい。<laughs> <laughs> はい。 で揃いましたはいじゃあ本日のねベストオーギリスを決めますけど今日はねなんかね全体的にあのね「トナカイになんかかされるっっていうの結構多かったっす、ね、オレンジ団地さん」「トナカイのチビに英語ランクの印鑑が押されてた」「えー、いやなんかこの意味」「お前 <laughs> 切ってもいないのにいやよく英語って俺が英語って分かったなやなまだ切ってんよや」。<laughs> あれ切ってかけるんじゃないわやありがとうな英語にしてくれてじゃないわや <laughs> 黒幕さんトナカイたちだけでお揃いのシャツ作ってきてるちょっと待って何このお揃い感俺何も俺だけ何も着てないけど <laughs> いよく見たらクラティみたいになってるでしょお前なんか <laughs> はいいいですねこれね今日一これヤさこの発想なかったな 仕事中なのにサンタが角の上に刀を二本乗せようとしてくるえ、<laughs> や若いしがってうんこんなのあるよあるけどよいやいや今から仕事でもあるしよお前、まあ、なんかよ用とわがごちゃごちゃなとんとや <laughs> 面白いですねなんで乗せるばってって 基本サンタのと何かけんか喧嘩しつつも仲いいっていう感じが伝わってきますよねなんかね <laughs> じゃれ合ってるというかはい、まだまだボケてください明日もですねこの素晴らしいお題ねお願いしますさあ値段が上が上っってびっくりしたものおいラジオネームあがりさん皆さんこんにちはアンケート初回答です途中から聞いてます ありがとうございます。すいません。じゃあ、ウェルカムお願いしていいですか内地からですね。一丁上がりさん。はじめまして、ウェルカムン <noise> ありがとうございます。よんな参加してくださいね。アンサー A。洗濯用粉ゼッケン1箱。50円上がっとる。プリンター用インク1個。500円上がっとる。ちくわ1袋。 うん、あんま変わらんけど一本足らん。イリュージョン。はい、ちくわ好きなんですね <laughs>。一丁あがりさんありがとうございます。500円すごいね。インクいくらなってるわ今。今1500円とかでね。じゃあえー。わからん。でも500円すごいね。<laughs> そんなに僕ちくわ。買わないんで。 何本入いてるかはあんまりチェックしてないんですけどそうなんですね早原町観光大使のただの秋典がお送りする超ローカルに徹したバラエティー番組ただのパパンパン皆さん知ってましたかこの夜那覇に浦島太郎のお墓があるラジオ沖縄公式ポッドキャストにて配信中あっあっあっやばいやばい。